エフード・バラックは、イスラエルの政治家、元軍人、第15代国防軍参謀総長、独立党首、国会議員、首相、副首相、国防大臣、労働党党首などを歴任した。バラックは1959年に、イスラエル国防軍に入隊し、35年間を、務め中将まで昇進した。特殊部隊での任務の間に彼は、 テロリストとの接触を行うため助走して、秘密任務に従事した。この間のバラックの活躍でよく知られているのは、ミュンヘンオリンピック事件における、イスラエルの報復作戦の一件である。助走した、彼は部隊を率いて、ベイルートの PLO の幹部等が宿泊するアパートを、奇襲し、標的とした、幹部3名の暗殺に成功した。このことでバラックは、 主勲章を受章し、その勇敢さと作戦上の功労で4つの勲章を与えられた。彼は兵役に就任中の1976年にエルサレムのヘブライ大学から物理学及び数学の学士号を得1978年にはアメリカ合衆国カリフォルニア州パロアルトのスタンフォード大学から経済工学システムの修士号を得た。 1991年から1995年にかけてイスラエル国防軍参謀総長を務めた。政界入りした後は1995年に内務大臣、1995年から1996年まで外務大臣を務める。1996年にはクネセトに選出され、クネセトの外交委員会を呼び国防委員会のメンバーとなる。 1996年にバラックはイスラエル労働党の党首に就任する。1999年5月17日にイスラエルの首相に選出され、2001年2月の特別選挙でアリエル・シャロンが首相に選出された後2001年3月7日までの任期を全うした。シャロン自身は労働党に対し融和的であり、キャンプデイビッド会談以後も当初は 外交、安全保障について拒否権を有した上での大連立を模索しており、首相選勝利後のバラックには国防省留任を要請していたが、バラックは敗戦責任を取る形で議員の職務を辞し、以降6年観光の場から姿を消す。2007年6月12日、労働党党首に再び当選、オルメルト政権への入閣を表明したが、 同時に2006年のレバノン侵攻で批判を受けている同政権の退陣を主張した。2009年に発足した第二次ネタニアフ政権に党員投票の結果参画し、バラックは国防省に留任するものの、党内左派との対立はその間に拡大。2011年1月には労働党が連立政権からの離脱を決定し、 自らの政策実現が困難になると見たバラックは、マタンビル内副国防省らと同党を集団離党し、新党、独立の決闘に踏み切り、連立政権に残った。その後、独立の支持率は伸びず、2012年11月26日には、翌2013年1月に予定されている、総選挙への不出馬と、政界引退を発表。 2012年2月に来日している。アラファートと握手するバラックパレスチナとの和平に、比較的積極的な政治家である。第三次中東戦争以来占領が続いている東、エルサレムの占領集結などにも言及している。2000年7月にキャンプデービッドで、パレスチナ自治政府大統領、ヤーセル・アラファートと会談した際に、クリントンパラメーターを受け入れるも、 アラファートは言葉を濁したため実現しなかった。しかし、一方で、入植政策の最高権限者、東エルサレムのギロ地区でのユダヤ人入植地くだよ、推進するなど、ダブルスタンダードとも言える姿勢である。イスラエルが占領しているヨルダン川西岸地区のユダヤ人入植地について、2009年11月、バラックは一時凍結を決めた。これについて、 バラックの元には、ヨルダン川西岸地区は、神から与えられた土地と信じている極右やカハネ主義者の人間たちから、次々と西岸の入植地を撤去しようなどと考えたら殺す、家族も標的にするなどといった内容の脅迫文が送りつけられた。バラックは、2011年11月の PBS によるインタビューで、緊張が高まるイランの核開発問題について、 自分がイラン人であったらおそらく核兵器開発をしていたでしょうという趣旨の発言をし、さらにおそらく私は彼らがイスラエルのためにそれをしていると勘違いしません。彼らには4000年の歴史があります。周りを見渡せば彼らの周りにはインドの核兵器があり、中国の核兵器があり、パキスタンの核兵器があります。そして、 伝えられるところではイスラエルはそれを持ちますと発言、イスラエルの核兵器保有を認めたとも取れる発言をした。ありがとうございます。